どうもみなさんこんにちは、ゆっくりタッピーと、ゆっくりボンサイダース。ここは、マルタの国すか？前回までの動画で、このイルルカ 3D を配合禁止縛りでプレイ、無事、名もなき闇の王まで撃破することができたのですが、まだマルタの世界でやることが残っているので、今回はクリアご様子を楽しんでいきます。早速、シナリオの最後で入手できる2体目のモントナーがお出迎えっすね。戦力としては考えにくいですが、牧場がさらに賑やかになりました。ちなみにニックネームは？めっちゃヤバそう、です。そのセンスの方がヤバいっすよ。続いて、ワルボーに世界が平和になった報告をしに来ました。シュンシアのサメハ王子の身勝手さに手を焼きまくってた印象しかないっす。そんなワルボーですが、これまでのお礼としてプチ棒をくれました。プチ棒、スモールボディかつ AI 2回行動なのはなかなか強いっすね。この器用さから、対人戦パーティーに起用されることもしばしばあったりしますね。この縛りだと、ワタボーのスキルになかなか癖があるからなんともな。そんなプチ棒ですが、名前はイキリキッズにします。別にイキリ要素なくないか？さて皆様、お待たせしました。今から挑みますのは新たな鍵、最後の鍵のダンジョンになります。前回カットしてしまったんすが、実はマルタに帰る前、トークが拾った最後の鍵を譲り受けてたんすよね。名もなき闇の王が倒れたあたりにあった様子、危険な予感がプンプン漂いますね。そんな最後の鍵、メインに半身、ぶっ壊れセカンド、スタンバイに二次差素時間帯を据えて挑戦してみようと思います。とりあえず、最後の鍵の世界に入ってみましたが。うわ、まさか奥にいるのは、地獄の帝王、エスタークじゃないっすか。なるほど、これが本当のラスボスということですか。まずは一回戦ってみましょう。お手並み拝見といこうじゃないですか。というかエスターク、通常プレイでも攻略は難しいんぜ。体力は9999、強力な特技をいくつも所持しているなんて気ですが、タッピーちゃん軍なら絶対に大丈夫。エスタークも軽くひねりつぶしてやりますよ。以上、勝負です。さてエスタークセンスが、体力1万近くってマジっすか？その上ハイテンション、メラガヤー、イオグランデ、マジンギリ、ビッグバン、オーロラブレスト、あらゆるカテゴリの上位技を所持しているんですよね。おまけに AI 3回行動持ち、厄介どころの問題じゃありません。ただ、ここにはぶっ壊れセカンドが対比予測を打ち続ければ良さそうっすね。はい、ハイテンションからの攻撃やオーロラブレス以外は全部反射可能です。だから、相手がテンションを貯めてきたら二次差素時間帯に入れ替えて対応すれば、相手の行動運が悪くない限りはなんとか討伐できそうな感じっすね。さらにエスターク、眠り耐性が埋まっていないという弱点もあります。相手は眠り状態になっても特性、寝返りで攻撃してきますが、それでも相手の攻撃を制限することが可能なんですよね。なんだ、ものすごく警戒してたっすがエスタークも意外となんとかなるっすね。いや、このエスターク戦の一番の難所は、10ターン以内に倒すことです。はい。実はエスターク、10ターン以内に倒すと仲間になってくれるんですよ。1ターン2000ダメージ近くを安定して与えないといけないんすか。このパーティー、ぶっ壊れセカンドが対比予測を連打するだけでいいのですが、安定して1000近くの体力を削ることが難しいんですよね。メラガイアーの反射で435ダメージ、これはなかなか厳しそう。アタックカンタはこちらの攻撃力を参照して反射ダメージが決定される仕様。よって配合を一切していないこちらがマジンギリを反射してもほぼ無意味です。さらにテンションが上がった時の攻撃やオーロラブレスは反射できないっすから、これ、10ラウンド以内撃破はかなり厳しいんぜ。これ以上効果力を出せる方法も存在しないような気がするっすよ。とりあえず、このメラガイアーの反射で、エスタークを攻略できました。かかったターン数を教えてもらいましょう。さて、かかったターン数は、15ターン、あと5ターンもカットしないとダメなんすね。ちなみにこのテイク、かなりうまくいったパターンなんですよ。うまくいかない場合は？こうやって、ハイテンション後のマジンギリでコテンパンにされたり、普通に火力不足で押し負けたりするテイクも珍しくありません。これ、配合禁止で10ラウンド以内討伐は非現実的なんじゃないっすか？ここまで来たら、ついにあれを解放する時が来たようですね。ここは古城の的？何か新しいモンスターでもスカウトするんすか？いいえ、今回用意した秘策はモンスターではありません。それはこの宝箱に入っている道具。そう、不思議なタンバリン。これがあれば絶対に大丈夫。もう一度準備を整え、エスタークの元へ急ぎましょう。本当にこの道具だけで現状打破できるんすか？うん、これで絶対に大丈夫。10ターン以内の撃破を目指して、以上、リベンジマッチです。最初のターンですが、半身は防御、ぶっ壊れセカンドは対比予測を押します。今までと同じ、まだタンバリンは使わないんすね。まずは様子見、どれくらいのダメージが与えられるかを改めて見てみましょう。ビッグバンを反射して488ダメージ、その後の攻撃は反射できず。なかなか厳しい状況ですが、ここでいよいよタンバリンを投入します。この後ビッグバンをもう一度反射します。その時の反射ダメージを見ておいてください。
ダメージ量が上がった。そうなんです。実は相手に反射するダメージはテンションによる上昇補正を受けます。なるほど、そんな仕様があったんすね。だとしたらこのタンバリン戦法、もっと前から使うべきだったのでは？実はタンバリン、入手方法がものすごく少なくて、他国マスターを禁止している今、古城の魔刀の宝箱しか入手手段がないんですよね。他国マスターと魔刀の宝箱のみ。もしタンバリンを他のところで使ってたら、はい、ワンチャン積んでたかもです。ある意味ギリギリの戦いっすね。貴重なアイテムの収支もきちんと管理しなきゃ勝てないってことすか。たまに相手の特性いてつく波動が発生、テンション上昇状態を消し去ろうとしてきますが、大義予測でそれも反射可能。タンバリンと大義予測の相性もバッチリです。それでもハイテンション後の攻撃など対応しきれない行動パターンもありますが、おそらくこれ以上に安定してなおかつ10ターン以内に撃破する方法はない気がします。もしこれ以外に何か思いついた方がいればコメント欄で教えてほしいっす。さて画面に戻りますが、こちらはタンバリンの2個目を使用。呪文を反射すれば999ダメージが余裕で出る状況になっています。前述したっすが、10ターン以内に倒しきるなら1ターン平均1000ダメージ与えれば OK。 この条件も余裕で突破できそうっすね。エスターク撃破も見えてきたところで、ここで少し皆様にお話を。ここまでイルルカ 3D の配合禁止縛りをやってきたわけですが、現在ジョーカー3プロでも配合禁止縛りに挑戦、動画更新をしております。概要欄にリンクが貼ってあるっすから、ぜひジョーカー3プロ編も見てほしいっす。さて、そろそろエスタークの体力も残りわずかになってきました。あと一発、呪文かギップ板を反射すれば倒せそうっすね。ということで、このイオグランデを反射してよーし、エスタークを配合禁止で、なおかつ10ターン以内撃破に成功です。秘密兵器のタンバリンも機能し、無事に全ボス撃破に成功っす。今回は8ターン目に撃破、これでエスタークもゲットです。この縛りの先駆者兄貴もエスターク撃破まではいけたものの、仲間にするところまではできていなかったっすからね。また一つ、伝説を作ってしまったところで、エスタークには、めっちゃ寝る人、と命名しておくことにします。過去一ひどい命名を見た。ということで、このイルルカ 3D の全ボスの撃破に成功しました。具体的には以上の縛りのもと、ここまでを完全攻略したことになります。それとんでもねえや。というわけで、このイルルカ 3D の実況シリーズ、配合禁止で丸太の英雄になってみる。これで、完結になります。今後はジョーカー3プロの配合禁止縛りシリーズや、その他のイースターズシリーズの様々な検証の動画投稿や生配信を行う予定ですから、ぜひ動画の高評価やチャンネル登録をよろしくお願いしますっす。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょうっす。